皆さんこんばんは、広瀬優です。競馬予想の時間です。今回の競馬予想は明日開催されるマイルチャンピオンシップ G1 のレースです。分析してみたところ、データに基づいてちょっとお話ししますと、4歳馬から5歳馬が活躍しているようです。そして昨年は3歳馬の優勝が珍しく、同年の安田記念で4着から10着に入っていた馬が過去10年で9回も連帯しているんだそうです。まあ、連帯してるってのは、まあ、2着に、来る可能性がある馬ですよね。その連帯してる馬ないかなって思ってそう見てみたらいたんですよ、1頭だけそれが昨年の優勝馬ペルシアンナイトだったので、ユウはこのペルシアンナイトから勝負したいと思います。で、ユウの買い目はこちらです。じゃん、単勝副勝2番のペルシアンナイト、単勝が、1000円、副勝が8000円、そして馬連ワイドがペルシアンナイトとエアスピネルの組み合わせで214、馬連が300円、ワイドが400円、そして最後に3連服が、ペルシアンナイト、ウィンブライト、エアスピネルの組み合わせで2914、こちらは300円でかけたいと思います。で、今現在3連服の、オッズを見てみたら、このね2914の組み合わせでなんと3877倍だったんですよで、いう300円かけるので当たったら、的中したら100万円超えるみたいな夢の世界ですよねはい、ちょっと穴を狙ってちょっと、ね、3連覇をかけていましたが、皆さんいかがでしょうか。コメントお待ちしております。はい、このエアスピネルなんですけど、今なんで7番人気なのかなって思ってるぐらい、ちょっとね結構強い馬だと思うんですよね、言う的には。うん、過去のレースを見てみても走りもいいですし、キレもいいですし、追い込みもすごいです。もう いいこと尽くしなんですけどね、なんぞはい、さあ明日はどうでしょうか。先週は的中できなかったので、今週こそ的中したいですね。はい、じゃあ明日的中できることを祈って終わります。バイバーイ。